神宮の殴り合い、もうめちゃくちゃわらわら。10対10。巨人追いついてくさ。どんだけバカ試合だよ。このまま延長突入したら投手勝ちでたらんくなるな。15対15くらいで延長引き分けしてくれ。菅野も笑ってそう。野手がピッチャーやるの見れるかな。さっきもお祭り騒ぎじゃねえか。甲子園11安打4得点と11安打1点、神宮11安打10点と14安打10点、同じ競技か。なんで巨人ヤクルトはこうもめちゃくちゃになるの？たまにこうなるけどマウンドが可変でもするんか。神宮バッティングセンターへようこそ。野手増田登板不可避。巨人残り投手には草、延長行ったら終わるぞ。こちらはプロ野球なのですか。終電前まで続きそう。こんな暑い日にこんな暑苦しい試合するなよ。おかしいよこの球場。